一般的には山この地に属用心して住み。逃げ道はありません。よっ、せっ、は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 っ、よっ、ふっ、どの目が出るかしら。ふっ、熱々でしょ。ふっ、やはり、ダメだ。バカ、ここに。でもここは、天井奉行の敷地のはずだ。何か妙です。道を阻むものは、すべて切り捨てましょう。踊りなさい。みんながそばにいてくれれば、傷なんて痛まない。燃えろ、ルオパー。雪よ、ま、ここより弱滅の時、逃げ道はありません。でしょ。かかれ、急がれ。命を捨てに来た。捕まえた、糸よ、工作せよ。ルオパー、火を、へっ。ここまで、やはり、ここまで命を捨てに来た。無我の境地。やはり、ダメだ。はっ、やっ、ここまで、はっ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 、はと、話が通じないなら、ただ踊りなさい。はあ、せ、糸よ、工作せよ。やはり、ダメだ。捕まえた。ほ、ここまで。ここより、弱滅の時、見切りました。将軍様が今の状況を、私たちはそのためだけ。それは黙りなさい。九条家の子息、はい、罪を見、はい、事実を述べ、確かに捏造で、しかし何を言う、事実を述べたまで判断は将軍様が下してくれるでしょう。高塚酒場、そうでなければ。何を言ってる。状況は、この赤蔵のざれ言に耳を傾けないでください。将軍様も知っての通り、九条家は以前、そうであれば、
あ、初代天竜、私に新た、そう、まさか私のた、そうですか、私の前、僕に挑戦、九条家の子、いえ、メガリレーを執行、しかし今の九条家少々ざ、はい、しかし将軍様の手は、これが僕に残さ、明らかに、しかし、九条家の誇りは優に始まり、忠を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか。ご指導のほどお願いします。これが永遠の中にある変数ですか。しかしその誇り、まだその地に残っていたようですね。九条鎌治は傷を負いました。高司さんの跡取り、面倒を見てやってください。挑戦する勇気がなく、はあ、返す言葉もございません。誠に申し、今の九条、しかしこれから高司家は以前と同じように九条家に助力していってください。将軍様の、もしあなたたちがまだ、私は今日と同じように再び出向くでしょう。はっ、もう結構です。あなたたちは